ルイーゼ・ユリアナ・ファンナ・ナッサウは、オラニエコー・ウィレム1世の娘で、ドイツのプファルツ先帝公、フリードリヒ4世の妻。ホラント州その他の総督を務めるウィレム1世と、その3番目の妻で、モンパンシエコー、ルイ3世の娘であるシャルロット・ド・ブルボンの間の6人の娘たちのうちの長女として生まれた。百八十二年に母を亡くし、父が百八十四年に、 デルフトで、バルタザール・ジェラールによって暗殺された後は、妹たちと共に、ママ母のルイーズ・ド・コリニーによって養育された。ルイーズ・ド・コリニーは、オラニエ・ナッサオ家の女家長として、ママ娘たちを有力なプロテスタントの王公と、結婚させようと両縁を探した。1593年6月23日に、ディレンブルクにおいて、プファルツ先帝校、フリードリヒ四4世と結婚した。 ルイーゼ・ユリアナは、ハイデルベルク宮廷への腰入れに際し、末の妹のエミリア・アントウエル・ピアナを一緒に連れて行った。少女時代に不自由を強いられてきたルイーゼ・ユリアナは、比較的裕福なハイデルベルク宮廷や、カビを好む夫フリードリヒ4世の趣味になれるのに苦労した。しかし夫婦仲は睦まじく、剪定後夫人は、夫や子供たちに尽くす妻、母親だった。 1610年に夫が死去すると幼い長男のフリードリヒ5世が先帝公家を継いだ。ルイーゼ・ユリアナは先帝公の実母としてその後見人に名を連ねたが、筆頭後見人として国政を差配したのは娘婿のプファルツツバイブリュッケン公、ヨハン2世であった。ルイーゼ・ユリアナは翌1611年に長男フリードリヒ五世を青年に達したと認め、 フリードリヒ5世を研修のために、妹エリーザベとフランドリカの治めるスダン公国の宮廷に留学させた。1619年に神聖ローマ皇帝マティアスが亡くなると、その相続人のフェルディナント大公を嫌うボヘミアの盗賊たちは、ルイーゼ・ユリアナの長男フリードリヒ5世をボヘミア王に選出した。ルイーゼ・ユリアナは息子に王位を辞退するよう、 説得したが、若いフリードリヒ5世は、この無謀な挑戦を受諾した。結果、ハプスブルク家の軍隊が、プファルツ選帝公領を占領し、選帝公一家は亡命者の身の上となった。ルイーゼ・ユリアナは、長男フリードリヒ5世と二度と顔を合わせることは、なかった。選帝公未亡人は、最初、二人の孫たちを連れて、ビュルテンベルクに避難したが、皇帝の怒りを恐れる。 ビュルテンベルク公与ハンフリードリヒによって領外へ、追い出された。このため、ルイーゼ・ユリアナは、次女の突入先である、ブランデンブルクプロイセンのベルリン宮廷に移った。1638年になると、30年戦争の戦火を避けて、娘一家と共に、ケーニヒスベルクへの避難を余儀なくされ、この地で死去した。ありがとうございます。